根っこ坂根っこ坂は東京都渋谷区にある坂である。根っこ坂は現在の住所で渋谷区神宮前5丁目12から16、旧渋谷側に近い穏やかだの商店街から北青山方面にある公務員住宅付近の大地上まで登る全長約200メートルの坂である。坂の名称の由来には木の根のように曲がっている道だからというものと、 木の根がたくさん道に出ていたためというものの二節がある。根っこ坂坂の歴史は古く、天保年間に作られた地図には、稲葉長戸守の下屋敷と、戸田武次郎の屋敷との間を通って温田橋に、通じる道に、国庫坂が記されている。天保年間に発行された、船井バスへその他王冠園閣図書には、根っこ坂とある。また、 海洋4年に作られた地図、青山長者丸編の図にも、国庫坂として記されている。この坂は、一説には、鎌倉街道の一部だったとも言われる。1909年には、代々木の原に、代々木連平場ができたが、明治神宮や表参道が作られる。以前のこの頃、この狭い坂は、東京市内と連平場との間を行き交う、兵隊たちで一日中混雑していたという。 北青山方面の坂上部の東側、現在公務員住宅となっている場所を含む一帯は、かつて、大仙岩の大邸宅であった。ABC 散策マップナンバー3、JR 原宿駅から、病院寺まで、渋谷歴史散歩の会平成14年4月発行、ABCDEF 神宮前5丁目、原宿1995コムプロジェクト。 温田表参道商店街1994年12月25日発行。P64、根っこ坂、横関栄一、江戸の坂東京の坂地区間処防平成22年11月10日発行。ありがとうございます。